おはようございます。川瀬のさんです。はい、今日はですね、約1ヶ月前ぐらいにキュウリの葉っぱにベト病が発生したという動画をアップしたんですけど、でベト病が出てから3回ぐらい治ったり出たり治ったり出たりっていうのを繰り返していて、でここ2週間ぐらい雨だったのでまたベト病が出るかなと思ってたんですけど、なんとか今落ち着いてる状態でいるのかなと思います。でベト病が発生しやすいところって特徴があって、あの暖房機から遠くなればなるほどベト病が発生しやすくなってるんですよね。まだこの中間あたりとかは全然気になるほど症状は出ないんですけど、やっぱり暖房の風がどんどん弱まってくるから、こっちに来れば来るほど、だからベト病が強くなっていってるんじゃないかなと思います。乾きにくい、はい、湿度がこもりやすい。で他の農家さんとかも暖房機から離れれば離れるほどベト病がね強くなっているということで、でさらに端っこの方遠くに行くとですね、どんどんベト病が強くなっていってるんですよね。はい、こういったところ上の方は収まってるんですけど、でここもですね結構激しいんですけど、まあ、端っこの3メートルからこっち側はいつもねなんかちょっとおかしいので、まあ、やっぱり土とかなんかね液肥が濃いのかなとか思ったりするんですけど、ここはいつもこんな感じで、また上の方が治ったりもしてるんですけど、でこれは今の時期のベト病とかは薬で治すんじゃなくて管理が少しおかしい、まあ、悪いっていうことで、はい、まあ、だから来作はなるべく向こう側暖房機側の穴を少なくして、こっち側に温風とか風が勢いよく来るように穴をほがしていきたいなと思ってます。で葉っぱの大きい農家さんほどベト病が症状がそこまで出てないということで、うん、少しねこっちに来れば来るほど葉っぱが小ぶりなので、それも原因の一つなんかなと思ってるんですけど、はい、まだまだ改善策はあると思うので、まあ、初めての方とかはよかったら参考程度にしてみてください。まだあと2ヶ月あるので、なんとか持たせていきたいなと思ってます。はい、ここぐらいまでですね、ベト病の症状が出てるのは。あ、ここら辺も出てますね。はい。ということで、またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。